どうも、テニチャンネルのボブです。今回はですね、よく聞かれます。テニスコーチになりたいんですけど、どう思いますか？おすすめです。このチャンネルはですね、過去14年間5000人以上を指導した、プロテニスコーチ、私ですね。私が、いろんなライセンスを取って学ばさせていただいたいいところだけ、お話をして、で、まあ、普段有料でね、プライベートレッスンをしてるんですけども、この内容を、YouTube で無料公開とさせていただきます。1日3本以上ですね、皆さんにお話できる内容を撮影して、どん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 公開していきますんで、ぜひ、こちらのチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。で、もうさっき結論言っちゃったんですけど、テニスコーチものすごくおすすめです。球技の中でですね、一番、職業として、指導者としてですよ。指導者として、テニスインストラクターっていうのはすごく確立されてるのかなと。まず、その、資金面ですよね。コーチとしていただけるお金。やっぱり他のその、サッカークラブとか、いう、まあ、サッカークラブとか悪く言うつもりもないんですけど、サッカーとか、バドミントンとか、バスケットとか、チームがいなきゃできないものは結構辛いんですよね。あと、卓球とか。あ、卓球はまあ、個人戦か。まあ、でも卓球に比べればやっぱり、テニスの方がね、指導者にいただけるこの入ってくる金額はやっぱ高いですよね。あと、卓球よりもテニスの方が、人口が多い傾向にありますんで、まあ、今でも増えてきてるのかな、卓球も。僕も過去卓球やってましたから、話もよく聞くんですけど、なんで、まあ、チーム競技のコーチ、指導者、これは結構大変かと思います。メンバーがいないと、なかなか、指導する機会がいただけないので、テニスに関してはもうマンツーマンでできるんですよね。お客様と自分がいれば、もうそこで、成立して指導することができますんで、お話しするんですけど。なんで、まあ、すぐできると。で、金銭的にも、結構安定してる。需要も結構多いんですよね。各テニススクールでコーチいませんかっていうのを募集してるところすごく多いです。で、あとは、まあ、今自分が、過去ね、社員で働いてたこともあるんですけど、まあ、独立してですね、自分の会社で、外で、有料で指導してる、料金なんかも含めてですけど、そんなに、生活に困るような、金額ですね。まあ、あと自分で金額の設定ができるんですけど、大体ですね、ランキングがそれほど、ものすごいテレビにバンバン映って、皆さんが認知度が高くて、もう、錦織選手とかね、すごくわかりやすいと思うんですけど、錦織選手以外の日本人選手で、知ってる選手何人いらっしゃいます？ね、杉田選手とか、西岡選手とか、いらっしゃるかと思うんですけども、他に100番台の選手とか、ランキングですよ。ご存知です？なんで、その選手、ね、今、現在頑張ってる選手がプライベートレッスンしてる、だいたい平均のですね、金額で言うと、1時間ですね、1万円、まあ、1万円かな。1万円から、2万円の間で、お話しされてる方多いです。まあ、100番台ぐらいでその話ができるようなので、まあね、100位以内とか、トップ10とかになってくるとまた金額が大きく変わってくるのかなと思うんですけども、まあ、プライベートレッスン。
もう本当にその選手が勝手に決めたりとかですね、その選手が契約してる会社で決めたりするんですけど、個人でやってる、僕なんかはですね、特にその全日本ランキング50位とかいうわけでも何でもないんで、そんなに金額いただかないんですけど、でも、他の そのプロの選手に比べて、いろんな人を見てきてる、指導してるその経験と、あとは、ライセンスでいろいろ学ばさせていただいてるのと、総合的に見てですね、指導する上で、負ける気がしないですね。いろんなねですね、YouTube の方たちもいるんですけど、他の人たちと一緒でやっぱり、こう聞きに来ていただいた方に対して、自分が絶対うまくさせてやるっていう気持ちは一番強いですし、その上で勉強してる時間も、誰にも負けないつもりで、勉強してますし。なんで、自分に自信があるからね、こういった動画もね、お話の中でこうどんどんしているんですけど、YouTube でね、こう SNS とかで、ね、アップしてるんですけど、ちょっと話が脱線しましたけど、テニスコーチね、すごくおすすめです。まず今金銭面の話ですね。で、あとですね、やりがいがすごくあります。自分が試合で勝って優勝した、やったーっていう気持ちもすごく、嬉しく思うんですけど、やっぱり、他の人を教えてですね、他の人が上達して、で、なおかつ感謝されるんですよね。いやー、その、コーチのおかげで今までできなかったものができるようになりました。ありがとうございますって言われる、この、感謝される。なかなかないですよね。だから、テニスコーチ、他の指導する人もそう思う方も多いと思うんですけど、まず、自分が楽しいスポーツに対して悩んでる人を助けることができる。僕、お医者さんもちっちゃい頃ちょっとなりたかったなと思ってた時もあるんですけど、やっぱり全然、額が足りなくてですね、ちょっとこっちのテニスコーチの方に、変わってきたんですけど、まずその、自分ができる中で人を助けることができるんですよね。で、助けた上で感謝されるんですよ。で、感謝をされた上で、それに見合った金額をいただけるんですよね。悪いところがないんですよ。人助けができて感謝されて、お金もいただけるっていう職種なんで、ものすごいおすすめですね。で、あとは、スクールとかですね、やっぱ会社に入って仕事をしてみて、指導を続けていくとですね、大体みんな考えたりするんですけど、自分の時給って一体いくらなのかなって考えたりするときが必ずどこかで出てきます。僕も、新入社員とかの時ですね、そういう時期がありましたから、わかるんですけど、結局ですね、時給で考えちゃうと、仕事楽しくないですよね。やりがいも感じないですし。仕事で大事なのは、まずその、やりがいを、絶対、見つけること。やりがい。あとは、それに対して、仕事に対して、感謝されること。で、それに合った金額を、いただける。ここは一番最後ですよね。やりがいと感謝。必要とされるとか、こういった部分が、仕事する上で一番必要かと思います。
いろんな仕事もね、過去やったことあります。ケンタッキーフライドチキンのですね、チキンあげるスタッフとかさ、とかですね、あるんですけど、うん。やりがいがないですよね。チキンあげて、厨房だったんで、ずーっとチキンあげて、で、ね、冷蔵庫にチキン運んだりとか、お掃除したりとかするんですけど、やりがい感じないですよね。あまり。僕はですよ。直接チキンを渡してる、受付のそのスタッフさんは、お客様の顔を見て、ありがとうとか言われることがあるかもしれないんですけど、厨房はいかんせんそれが見えないんですよね。やってもその、やりがいを感じる部分が一切ないんで、まあ、ちょっと、ね、まあ、この仕事は違うなと。まあ、アルバイトですけどね。社員で働いてたわけじゃないですけど、この仕事は違うなと、再認識しましたね。はい。で、まあ、やりがいあるし、感謝もされるし、これがですね、僕の天職だと思います。一番ね、やっててすごく楽しいんで、普段から生活してても、やっぱり生徒さん、こういう動きがあって、ちょっとテニスが難しそうだな、どうやったら上手くなるかなっていうのを、普段から生活で考えたりしますよね。だから、なんですかね。楽しいんですよね。もう純粋に。だから、こうやって YouTube 見ていただいてる方が、いればですね、こうやって動画をアップして、で、誰かの参考になればと思って、こう撮影してアップしてるんですけど、やっぱり、YouTube のこちらのアプリですね、すごいいいですよね。自分の、ね、分身を作るじゃないですけど、動画をアップして、こう、世界中の人に見てもらえる機会をいただけるってことなんで、すごくありがたいですよね。皆さんもぜひちょっと、機会あればやっていただきたいと思うんですけど、ま、ちょっと話は元に戻すと、結構ね、ごめんなさい、話が脱線しちゃってね、申し訳ないんですけど、テニスコーチ、これおすすめです。ぜひ皆さんもやってみてください。それでは。